どの道も騎士団が待ち伏せしてる。やっぱり逃げ道なんてないよ。ないなら作ればいい。注意を引きつけることができれば包囲網は崩れるはず。あれを使いましょう。あれは備え用の薪木？勢いよく火をつけて燃やせば騎士団の注意もそちらに向くはず。でもあんなにたくさんの薪木、火をつけるのも時間がかかるよ。大丈夫、これを使えば。それは俺があげた。知らぬいの炎はとても大きくて一瞬で燃え広がる。一度使ったから私にはわかるの。これを使えば大きな炎をすぐに作ることができるわ。ミゼラ、この髪飾りは一生大切にするつもりだった。あなたからもらった私の宝物だけど、彼方を救うために使うのなら。お前たち何してるんだ。見つかった。ミゼラもいるのか。その手に持っているのは知らぬいの花。まさかお前火をつけようとしていたのか。違う。そう、あなたたちの言う通り、修道院と同じようにここも燃やしてやろうと思ったの。ミゼラ、何を言ってるんだ。なんだと。それじゃ修道院は。いたぞ、オガビトを捕らえろ。また戦うしかない。さっさと片付けましょう。ミゼラ、どうしてあんなことを。けど今は敵の方を何とかしなきゃ。まばゆき雷光ライトニング、と爆流拳、一気に崩す。気を抜くな。解き放たれし不穏なる怒りの力、目の前の邪悪に裁きを。なめるな。逃さない。どんどん爆がらん。戦うしかない。